計の針が6時半を回ったら、今週もプラモデルの時間。さあ、あなたもラッカーサーフェイサーを溶剤で溶いたら仲間入り。ちょっとディープな川越観光プラモデル案内始まるよ。おはようございます。5月27日の小江戸川越です。ラジオ川越で一番地味な番組、ちょっとディープな川越観光案内のスタートです。30分というお時間ではありますが、よろしくお付き合いください。この番組では FM88.7MHz 川越市脇田町のラジオ川越よりお送りしております。この番組ではガイドブックなどではあまり紹介されていないけど、よーく見てみるとはたと気づくような模型屋さん、またちょっとディープな川越の薬能や身近にありすぎて普段なかなか見えてこない、タミヤの塗料などですね、歴史や民話、伝説などを絡めましてゆるくお伝えしていきます。特に今日は、マニアックすぎる内容や特に今日はニッチすぎる話題もちょくちょく登場いたしますので、あらかじめご了承ください。お相手はいつもの通り小江戸川越のらりくらりと、アシスタントの辻原真由美こと辻坊と、そして今日の、ゲストさんはね、先週に引き続きまして狂犬妄想自動車クラブの通称発行さんです。どうもおはようございます。おはようございます。さあさあ、また来ちゃいました。はい、狂犬妄想自動車クラブさんです、ね、いやこれもうダメでしょ、ね、で誰も呼んでくれないからね。もう発行さんでいいや、とりあえずさ、大事なこと読んでよ。はい、はい、この番組は小西様の提供でお送りいたします。これ僕言うとこでしたね。はい、ね、私もちょっと、まあ、いいじゃないの。本当だ、うんうん、あくまで失礼しました。ナイスフォロー。あ、どうしよう、 そう、進行表であって台本ではない。オッケー、ありがとうございます。予定は未定であり決定ではないということで、発行さん、じゃあ、軽く自己紹介を4秒ぐらいで、はい、4秒で、はい、発行です、終わり、はい、ですね、おはようございます。私、ラジオ川越で、毎週金曜日、はい、23時から川越ロック発行プラモ深夜族というですね、はい、プラモデルとクレイジーケンバンドに深く特化した、はい、番組を担当しております、はい、まあ、発行と申します。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。で、オープニングにね、朝からラッカーサーフェイサー溶剤で得意やつがいるのか、あのね、苦しいと思うよ苦しい、うんうん、臭いと思うからちゃんと窓を開けましょうね換気をしながら、換気は大事、うん、私はサーフェイサーは筆塗り派なんですよ。あ、そうなんですか。なぜかというとベースがプラじゃなくて、うん、紙なんですよ。あ、まあ、プラモ深夜族っていうことは当然ベースがプラモデルで、うん、プラスチックじゃないですか、うん、合成樹脂、はい、鉄道模型は、はい、場合によって紙で作れます。紙で車両を作れる。で、その紙を、プラスチックや金属みたいにするためにサーフェイサーっていうね、はい、溶剤を、ものを塗って、これを何度も何度も磨く。これ塗ったらどうなるんですか。塗ったらね、上に塗料が乗りやすくなるんだよね。で、なおかつこう紙だと切り口とかに染み込んでくれてね、はあはあ、これがね、丈夫になるんですよ。へ、朝からこんな話で大丈夫？楽しい。大丈夫だと思うよみんな置いてけぼりかな、まあ、多分ね、毎週のことですからもう皆さんね半ば諦めてると思いますけれどもね、はい、さてですね、今年、はい、3月に発表しました川越ソング、にやけながら塗りましょう。お、ありがとうございます。塗ってどうする？塗っちゃうの、ね、眠りましょう。眠りましょうですが、今は起きてね、ね、うん、この楽曲はね、川越での現役模型屋さんが実名で登場されています。そうなんですよ、ね、もともとこの歌は、うんうん、川越をベースにしてね、はい、プラモデルを作ってる皆さんに、うん、こうちょっと応援ソング的な、はい、感じで作りたいなっていうのがあったんですけど、はい、まあ、川越で今作るんだったらね、うん、今こう頑張ってらっしゃる模型屋さんの名前も、うんうん、ぜひ入れたいなって勝手に思っちゃったんですね。まあ、もちろん皆さんの承諾は得てますまあ、勝手にね名前、うん、で違う模型屋さんが入ったりしてね、
模型屋さん、ね、知らない模型屋さん、そうそうそう、どこだ、それまずいからね、やばいよ、うん、だから一応あの皆さんの模型屋さんに行って、うん、あのいいですかって聞いて、はい、いいですよって言っていただいたところの、うん、あの、うん、お名前を出させていただいております。そんな地道なね営業活動があったっていうね、あるんですけど、まあ制作の経緯なんかをね、はい、今回は尋問したいなと思うんですけども、活動ないですか、活動もないです、ね、活動はちょっと今から頼んできます、ね、よろしくお願いします、カレー活動ね、カレー活動ね、富士そばか、富士そば、富士そばだね、はい、じゃあね、まあ そもそもの経緯、うん、今軽くお話しいただきましたけども、はいはい、もうちょっとなんか深いとこってあります、うん、ああなるほど、はい、じゃあエピソードをお話ししましょう、はい、そうですね、これをどうして作ろうと思ったかってところが、まあ、聞きたいところだと思うんですけど、はい、そうですね、あの思いつきですね、思いつき、あよくあるね、降ってきたなんかこう、そうそう、朝ね、うん、あのなんかプラモデルの箱とか掃除してたら、うん、あのうん、そうだな、なんか歌でも作ったら楽しいかななんて思ってまあそんなエピソードですね軽かったいや大変、思った以上に軽かった、詳細にありがとうございます、深い、でも私だって番組の、ね、内容ってほぼ思いつきだから思いつきだって、この間なんだっけ、なんかすげえこじつけでやってたよね、な何、うん、なんかいつもこじつけなんで、もう一回めちゃくちゃこじつけてた、ね、はい、千葉県に上陸したのが、うん、源頼朝公で、うん、川越に源頼朝の出汁があるから天でつなげてみたり、まあ、あの仙台の伊達さんを皆さんご存知の話なんで、うんうん、いいとしても、そうそう、で、うん、まあ歌作ろうかな、歌があったらいいなと思った、うん、はい、それも最初から自分で歌うぞみたいな感じで作り始めたんですか。そうそう、最初は、うん、じゃあ歌作ってみようかなと思ったんですよね、うん、でやってみたんだけど、うん、これねやってみるとねできません、うん、できませんあできないってことが分かって、うん、であの難しいなと、で、うん、やりたいことはここの頭の中にあるんだけど、うん、はい、こう出てくるものがギャップがありすぎて、うん、笑っちゃうぐらいのギャップがあって、あなんかわかる、でこれはダメだなと、うん、あっさり諦めて、うん、で誰かにお願いしようかなと、うん、でお願いする先はうーんって考えたら、うん、あいい人いたと思って、うん、ちょっと LINE をしてみました、はい、でこの方がなんと横分けずというね、うん、バンドのボーカルをやられてる横分け1号さんという方に、はい、ちょっと LINE をしてですね、はい、やってってやってって、反応はどうだったんですか。って何それでもやりますみたいな、ね、あなんか同じような似たような傾向の曲として横分けずさんが西葛西の歌を歌ってた、うん、そうそうそうなんですよ、そうなんですか、うん、あのね西葛西にインド人がいるっていう歌を歌ってて、西葛西はそういう街ですよね、そうそう、で西葛西西葛西インドの匂いがするぞ、うん、カレーがうまいぞ、うん、みたいな、そうそう、そんな歌を歌ってたんで、うん、あ西葛西インドカレー、あそれが一曲になるんだったら、うん、あプラモデル川越いけんじゃねって思って、すごいじゃないですか、で行っちゃったらしいんですよ、へいけんじゃねって言ったら、うん、そんな簡単にはってインドの歌作るのももう練りに練って頑張って作られてるっていう、なので、まあ、実際にはそこからですね、あの、うんうんうん、横分け1号さんと、はい、いろんなやり取りがあってですね、はい、こんな歌詞にしたいとかこんなことをやりたいとかっていう、うん、キャッチボールが、うん、そうですね1ヶ月ぐらいあって、はい、それから制作に入ってもらった、ね、すごいのがね、うん、ちゃんと横分けずさん、まあ、ご自分のお仕事のついでもありますけど、うん、川越にいらっしゃるんですよね、そう、その前のその年の、うん、去年の、はい、夏ぐらいに実は横分けずさんの、うん、YouTube があって、はい、でその YouTube はねアウトドアミュージックっていう YouTube で、うん、あの外で演奏するっていう、まあ、題材だった、うんうんうん、でそれも降ってきたんですけど、はい、俺楽しそうだな川越でやればいいんじゃないの、うん、って思って、うんうん、LINE して川越来ませんかってお願いして、うん、で無理やり連れてきちゃった無理やり連れてきて川越こんなとこだよっていうので、うん、そうそう、でなんか知らないけど本川越駅の秘密を喋ってる人がいましたね何それそうそう、あの川越のね西明寺というお寺があるんですけど、うん、西明寺のお寺の境内を借りて、はい、演奏をしてもらって、うん、バンド全員来てもらって、すごい、うん、
で演奏してもらったのを YouTube で流して、はい、でその後ですね川越観光の模様も YouTube で撮りながら、うん、最後、横分け1号さんがビールでベロンベロンになりながら、その時ね僕実はうっすら川越の歌作ってくださいよって言ってるんですよ、うん、伏線はそこからあった、うん、そう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 、うん、でもその時は向こうも酔っ払ってたんで、うん、あいいよいいよって言ってたんだけど、うん、まあまあね覚えてないやつだ、まあまあね、そこはあのボイスレコーダーで、ね、ーー録音しようって現地を撮っておけばいいんですけどもね、まあでも結果的にね、あのすごく、うん、あの真摯に作っていただいて、はい、あの横脇一号さんって実はあのグローブのバックボーカルとかもやられていて、ほうほう、あの鈴木亜美さんとかに曲も書かれていて、うん、あのそうなんですよ、ものすごいビッグな方じゃないですか、ビッグなんですよ、うん、であのクレジケンバンド の,、うん、あの女性コーラスにアイシャさんっていう方がいるんですけども、うん、そのアイシャさん の,、うん、あのクレジケンバンドに入る前のバンドバックバンドの、うん、メンバーがそこに在籍してるっていうことから、うんうん、あの僕が声をかけて、引き込んだと、あの、ね、名前とビジュアルでは、うん、計り知れない実力があるという、うん、あの私のイメージは、うん、まあ、よく分けてまず名前が緩いじゃないですか、そうですね、で、まあ、髪も多分よく分けてるんですよね、そうそうそう、で確か大体ボーダー着てるんですよ、そうそう、梅津和夫さんばりにボーダー着て横分けメガネボーダーシャツっていうのが、うん、これがトレードです、なるほど、うん、だからちょっとね多分初見で見ると、うん、んっていう感じなのね、うん、あのね気持ち悪いんですよ、うん、まあ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 、そんなあ彼らの気持ち悪いって言うと喜びますからなるほどね、狙ってるんですかね、うん、で、ね、どんな曲だろうどんな曲だろうっていうのを、できたのがリリースされた時だけをすげえと思って、うん、あの良かったですよ ね, ね、あのやっぱりね、結構あの僕が伝えることって僕は音楽の専門ではないので、うん、あの結構抽象的なことをたくさん伝えていて、うん、でじゃあそれでも分かったって言ってくれるんで、うん、どうなるのかなとも僕も思ってたんですけど、うんうん、あの楽曲の、実は3回ぐらいですね、はい、デモテープというかですね、はいはいはい、あの途中の段階を僕は聞いていまして、うん、で最初からもうほとんど完成形が、ね、出てきて、うん、すごいねこれね、すごい、でもう一発目から、うん、あもうこれでいきましょうみたいな、意思の疎通が最初からできちゃった、そう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 、どっかの番組の収録みたいなね、どっかの番組の、うん、そうもう番組ボンといたら、じゃあこれでいきましょ う, しょうお疲れ様でしたみたいな、ね、OK です OK です、うん、そういう内容で怖いなで具体的にどこの模型屋さんがで、あ、うん、ですね、まずあの川越 の, あの西口の、うん、西文堂さん、はいはいはい、こちらがまず、うんうん、あの最初に出てきた、1階が本屋さんで2階がプラモデル、そうそうそう、三角お屋根の西武堂さん、はい、それから、西川越の西川越、駅の近くにある K ホビーさん、はい、どうの方ですか、西の方ですか、西の方ですね、西の方ですね、分からない、これも知ってる人がね 今頃ねにやけながらねコーヒー飲んでますよあの道の方だったんです僕は、あそうですね、電車動くから、あなるほど、K ホビーさんってね動くもののやつを道動くよね、あと動かない模型飾るものを生って呼んでて、はい、そうで2つお店があるんですよ、面白い、うん、であの道の方は、はい、まあ、鉄道模型もやめられちゃったんですけど、うん、ミニ四駆とかラジコンとか、ね、ラジコンとか、あとサバゲーとかね、あとそんなものまで、鉄砲、鉄砲ね、鉄砲、鉄砲って、うん、で生の方はあの模型の自動車とか飛行機もそうなんですが、はい、ジオラマ制作用の材料とか、うん、各種真鍮線とかね、あとね最近はねレジンのアクセサリーの、ね、材料も入ってますよ、おしゃれ、ね、あの結構いい模型で、そうそうそう、ね、いい模型、うん、さらに、うん、もっと素晴らしい、うん、歴史のある、はい、オビツ玩具店さん、あレンケージの ね, ね、うん、レンケージの近くなんですけど、うん、あのもうね、店主の方が80歳を超えられていて、うんうん、現役なんですよ、そうそう、もうお店自体は100年以上行ってますよね、うん、これね川越市民でプラモ好きで知らなければ出て行けって言いたくなるようなねあのね超老舗、超老舗で、うん、超
あの物探すのが難易度高い店なんですよ。何でも置いてあるっていうことですか。あれですよ、うん、あのスミソニアン博物館みたいな感じで、そうで段ボールに入ってない辻坊家の、はいはいはい、あの家が段ボールが全部ちっちゃくなってプラモデルになったっていうようなやばいやつだというのの中から店主がこれだよねってふっと持ってくる、はい、そうだから辻坊家と一緒でしょ。分かる分かる、ね、あの辺にあるっていうのが分かる、それと一緒それと一緒あれありますって聞いたらあるよその山のねこの辺みたいなすごい、そうそう、でしかもそれ崩さずに持ってくる、そう、でもね山の重さで箱若干ひしゃげてんだよね商品、まあ、それはまあしょうがないね、しょうがない、だからあそこでこう歴史的な価値が楽しめる、うん、前科が楽しめるっていう、そうそうそう、であの、うん、実はプラモデルだけじゃなくて、うん、ファミコンとか、うん、あとリカちゃんの人形とかも、うん、ちゃんと売ってるんですよ、だから帯津玩具店だから、うん、あなるほど玩具店、うん、そうそう、でなんかね聞いたらそのプラモデルのマニアの人も来るんだけど、うん、最近はその懐かしのファミコンのカセットを求めてやってくる人もいるらしいです。あの時カセットなかなか売ってないですもんね。ないないない、なんちゃらオフでも最近見なくなった、ね、そうそう、しかもそこにオビスに行けば、うん、ひょっとしたら新品を定価で買えるんですよ。そうそうそうすごいでしかも今なら漏れなく消費税がついてくる。そうそうそうドラゴンクエスト3とかあったりしてね、 あるかもしれない、うん、しかもおじさんが探しに行ってくれるってね。そうそうそう、探さなくコンシェルジュ付き、コンシェルジュ付きですから、素晴らしい。そうそう、だからねあそこでね何か探してって言ったらもうねイコール買うんだなるほど、ありますかって、もその中から探し出していただいて買いませんとは言えない、うん、言えない言えない、うん、あの圧がすごいよねで小渕さんね本当はあのプラモデル専門のね売り場が、うんうん、まだあの開かずの店として残ってるんですよ。うん、あのやっぱり連携寺側の中央通りっていうところ、はい、で我々が知ってるオビスさんあそこなんですよ、うん、あそこと今はね、なんだっけうどん屋さんになってるところがかつてのオビスさんの店舗で、そうですね、でそこから引っ越しするのに、うん、確かねオビスさんの店主さんがね、ワーゲンでね荷物運んでたそこまで80歳超えてるのに、うん、超えてるのに、はい、年中無休ですよ。うん、お正月からやってるんですよ。あそこも大晦日も、うん、ネットで年中無休、年中無休ですか。そうだからいつ行ってもプラも買えるんですよ、うん、すごくない。ちょっとこう元旦にプラも今日作りたくなっちゃったなって思っても行ける、行ける、うん、ただ探せないけどね。そうですねでね、なんならその開かずの店がたまになんか前触れもなく開いてるのね、はい、うーん、塗料は使えないかもしれないけどその他のねプラモを使えるよね。うん、使える使える。塗料はね多分固まってると思う、うん、でも新品だけどね、新品なのがずっとある、うんうん、そうそうそう、熟成熟成されている。で豆知識としては、はい、本川越駅前、はい、あなたの町にある埼玉リストな銀行の隣にあるファミリーマートがあるじゃないですか。あります、うん、あそこオビスさん、うん、はそうなんですか。オビスの第3売り場って言われて、だったんですか。だったんです。でそこで、オビスさんとして初めて鉄道模型を扱っていた。へー、うん、でその断崖って言っちゃいけない、うん、その時の貴重な品々がまだあの、うん、松江町にあります。松江町の店舗に移動してどこかに住んであります。どこかに、うん、だからこれはね1978年頃の住宅地図を見ると、うん、オビスって書いてあるんですよ。あ、そうなんですね、うん、へ、結構手広くやられていたんです、まあ、40年ぐらい前ですから店主さんも油が乗り切った、シンナーが乗り切った頃だと思うんですけど、うんうんうん、そうなんだ。僕がね、でも、うん、この歌をね、はい、オビスさんに、まあ、許可をいただきに、うん、他の店主さんには、まあ、基本メールだったんですけど、うん、オビスさんは、まあ、直に行きました、うん、なんで、直に行ってですね、うんうん、説明させていただいたんですけど、うん、まあ、多分何のことなのかわからないまま、うん、僕が持ってったまんじゅうを受け取って、うん、いいよいいよって言ってくれました、うん、はい、だからいいということになっております、うん、そうなのこれね、優しいの、うん、優しい、うん、でオビスさんの発酵さんの番組にも、はい、ゲストで出演されて、そうそうそう、自分で聞けねえと怒ってました。そう、自分で聞け、ね、聞き方がわからないですか。そうそう、だからあの後々、はい、CD に焼いて、優しい、はい、持ってきました、はい、その時もね、おまんじゅう持ってったよ。おまんじゅう、うん、おまんじゅう大切。おまんじゅう、それは何のおまんじゅう持ってったの。あれあれ、どこだ、まさか東側のまんじゅう。
東側じゃないですよ。風が語りかけます。語りかけちゃわない饅頭、はい、ちゃんとあのこの町のこの町のこの町のお饅頭、うんうんうんはい、なるほどね。でもね、あでこの3年が主役でぐるぐる回る感じですか。いやそうではなくて、はい、プラモデルを作ってる、うん、あの人たちが、うん、本当にね、楽しく頑張って作って、うん、また次の日ね、うん、楽しく一日が過ごせるような、うん、呼びかけというか、まあうんうん、一緒に頑張ろうぜっていう歌の中に、うんまあ、さりげなく入ってくるんですね。あのねこれ分かるんだよね、にやけながら眠るっていうのが、うん、そうそうそう、うん、楽しいことやって、まあ、プラモデルじゃなくてもいいんですけど、うん、例えば、まあ、スポーツやったりね、はい、モルクやったりね、モルクやったりね、はい、あと美味しいカレー食べたりね、うん、して帰ってくるじゃないですか、うん、で寝る前にちょっと思い出すじゃないですか、うん、そうするとちょっとにやけますよね。にやけ落ちってやつですよ。にやけ落ち、にやけ落ち、使っていきましょう。そうそう、と同時に作りかけの模型を明日はこうしてやるぜ、ああしてやるぜって、そうそうそう、こう妄想落ち、楽しい妄想をしながら、うんね、これが狂犬妄想自動車クラブ。楽しい。そうそう、そんな気分を毎日持ってるとワクワクして、うん、次の日もまあ明日も楽しもうぜって思えるから、うんうん、だからみんなこう嫌なことがあっても楽しいこと考えて、うんうん、こうにやけ落ちするっていうのはいいんじゃないのっていう歌です。ね、いいですね。すごいよね。こういうのってね、意外とね、そのうちみんながなんか口ずさみながらとかね、うんうん、店内で BGM で流れてくるとかね、そうですね、こうゲリラ戦で、ぜひこれラジカーさんの方でね、流してほしいな。クレアモール、ああ本当本当、クレアモールパワープレイ、ありがたい、ありがたい、ね、でもクレアモールにも契約さんが行ってもないっていう、残念残念だよ。昔はあったんだけどな。あそこに一軒だけありますね。ソフマップのね、ああとこにね、そっかそっか、マルヒロアネックスのね、そう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 、あそこキャラクターものばっかりなんだよ。なるほど、そうなのよ。あなるほどね、スケールものが欲しいななんて思ったりするんですけどもね。はい、うん、じゃあこれ結構どうでしょう。先週もねかけさせてもらいましたけども、うん、結構反響がありがとうございます、ね、すごいよね。ありがとうございます。これどうなんですか、ご自分の番組で流された後のリスナーさんの反応とか、意外と好感触、まあうん、僕自身がこの曲最初に聴いた時に、うん、結構もうちょっと泣けるぐらい嬉しかったんですけど、うんはい、まあそんな感じの気持ちを持ってもらえてる方がいらっしゃるんだなって、うん、ちょっと、メールとかいただくとね、うん、非常にありがたいです ね、どんどん聴いてほしいなと思います。多分横脇一郎さんプラモ作ってない？プラモ作って、子供の頃作ってたって言ってましたよ。なんか言ってた、接着剤だらけになった件。そうそうそう、戦艦ヤマト作って接着剤だらけのもの作ったって言ってました。でも俺は完成させたぜって言ってました、うん、素晴らしい。接着剤だらけのヤマトっていうとね、うん、もうなんかバリアかなんか払えた感じ。クモの巣みたいなやつ。波動防壁じゃないかそれ。すげえなこれな。でもね、完成させるのがいいことなんですよ。そうですよね。うん、この間も私もね、珍しく車作りましたもん、うん、車、うん、車のラリーカーね、うん、ダイハツのね、はい、ダイハツでよかったかな、うん、360cc のラリーカーっていうわけのわからないものを作って、うんうん、ゼッケンが887だと。素晴らしい、887、ね、鏡です ね、 ね、これがね、うん、よく組んだよ、もう二度と作れねえとこだよ。ね、でもね、やっぱり川越からこういう発信があるとね、うん、結構楽しいんじゃないかななんて思って、うんうんうん、やっぱり川越の歌を作った人っていっぱいいるんですよ。小林賢也くんがね、川越シティで遊ぼうっていう曲があったり、あと有谷さんね、有谷さんって方がいわゆる、太麺焼きそばの歌とか、太麺焼きそば、まあ、私も出演しておりますけども、あとは同じ有谷さんが、川越キュンキュンみたいな、うんうん、まあ大体10年ぐらい前のスパンなんですけど、高橋ハモコちゃんなんかもね、ハモコちゃん ね、 ね、そうですね、お店の歌とかいろいろね。さ、じゃあこんな感じでいかがでしょうか。ねえねえねえ、八甲さん、この歌はね、はい、カラオケとかには、ね、カラオケはちょっと今ね考え中なんですけど、はい、配信、各種いろんな配信ありますよね、サブスクもそうだし、はい、ダウンロードも、うんは全部対応してますので、うんはい、それでぜひね聞いて歌ってみてください。みんなに聞いてね、うんはい、じゃあ八甲さん、なんか告知がありましたらね、4秒でお願いします、うん、はい、告知でした、でした。
ですね、まあ、あのイベントとかはちょっと今あの月1回ぐらいあの、はい、プラモデルのイベントをですね、はい、川越の、とある場所でやってますけれども、はい、それを継続していきます、はい、で、それはですねあのツイッターとかで随時あの公表していきますので、はい、その歌みたいにですね、みんな集まって仲良くワイワイ仲間を作りながらやっていきたいなと思っております、はい、番組の方もね、うん、あのこれからもいろんなゲストさんと出会いがあってやっていきたいなと思ってますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ例の曲は今日もね聞きたいです ね、 ね、そうしましょう。その前にこの番組は小西様の提供でお送りいたしました。おい、はい、取られました。、はい、それではですね、今日も熱くなりそうでございますけども、せーの、それでは本日も声の川越でお楽しみください。川越プラモデルの街、僕らで組み立てる未来、最初は下手くそでもいいじゃない、みんなで助け合えばいいんだよ、本気で遊んでにやけながら眠りましょう、明日からも頑張りましょう、さあ始めよう、少しの勇気それだけあれば十分さ、今も昔もまだ見ぬ夢もその手から作り出せ、真夜中過ぎの熱い胸、作業はとても地味だけどとにかく愛しい、一緒に歩んできたこれからも笑い転